これは、首のたるみの動画に対するコメントです。顎下脂肪吸引、ネック、糸リフトをしている場合、ネック切開リフトはできますか？という質問をいただきました。まあ、首のたるみですね。このフェイスラインのたるみというのは、以前の動画でも説明しましたように、顎下の、皮下脂肪だけではなくてですね、まあ、いろんな要因があります。なので、まあ、脂肪吸引だけでも難しいし、たくさんの原因がありますので、まあ、一つの治療法だけでうまくいかないこともあります。まあ、例えばですね、まあ、この辺の、脂肪を取ったけども、皮膚のたるみは残ったとかですね、糸で引っ張ったけども、この部分の、まあ、膨らみ、脂肪があったので、後戻りしてですね、すぐに元に戻ったとかですね。あとは、その、脂肪吸引はしたんだけども、深いところのボリュームがあって、そこの部分が残ってしまったとかですね。まあ、いろいろあります。で、これらの治療を行うには、やっぱり、まあ、ネックリフトが一番いいんですけども、まあ、当院はですね、以前の動画で説明しました通り、まあ、フェイスリフトと一緒にしかやっておりません。なのでフェイスリフト、ネックリフトがおすすめなんですけども、まあ、過去にですね、あの顎下脂肪吸引と糸リフトを受けて来られる方も多いです。結論から言いますとですね、手術はできますが、あの癒着をしてたりとかですね、変にこう脂肪吸引をされていて、中の筋膜であるスマスだったり、まあ後頸筋というですね、フェイスリフトの時に引っ張るですね、重要な膜構造が一部傷んでいたり、穴が開いてたり、場合によってはまあ、あのなくなっていたりすることがありますので、まあ私はですね、将来フェイスリフトを受ける可能性がある方は、まあ、脂肪吸引というのはまあ、あのできるだけ控えた方がいいと思っています。あの経験豊富な先生で確実にですね、皮下の脂肪、皮下の浅い方ですね、スマスとか後頸筋上の脂肪を、まあ丁寧に吸引できて、まあそのスマスとか後頸筋を傷つけないような、まあ確かな技術のある先生だったら問題ないんですけども、まあちょっと雑なですね、まあ治療されると手術がやりづらくなってしまいます。これはですね、もう開けてみないとわかりませんけども、なのでまあすでに、まあ、脂肪吸引と糸リフトを受けてしまった方はしょうがありません。これからですね、美容を検討している方は、そういったリスクもあることも十分理解した上で、治療を受けることをお勧めいたします。顎下のたるみ、まあ、ネックリフトなどを検討している方は、ぜひ参考にしてください。